53首右大将道綱の母。もうお帰りになるのですか？ああ、急ぎの紅葉だ。また来る。お帰りをお待ちしております。私の夫は藤原の兼家様、最高のお家柄で政界の大物。お忙しくても当然というもの。今日も急ぎの紅葉。急ぎの嘘ね。兼家様の後をつけて。はい。わかっているのよ。兼家様には他にも妻が多くいるし、この前はどこぞの女への恋文を私のところに忘れていかれたばかりだし。また女に違いないわ。どうだったの？あ、兼家様は町の工事の女の家に。何ですって？そんなに低い身分の女のところに？何が紅葉よ！悔しい。私の身分が兼家様と釣り合うものだったら文句もつけられるのに。兼家様に私の家にずっといてもらう方法はないの？そんな方法があれば。わかっているわ。そんなものはない。また来る。明日にはきっといらっしゃるはず。今夜こそは、今夜こそきっと。今夜もいらっしゃらないのでしょうか？戸を閉めておいていいわ。でも。いいの。もう3日連続来なかった。それほどその女にご執心ってわけね。私だ。戸を開けてくれ。あ、兼家様が。今開けてまいります。開けなくていいわ。え？いいの。何よ今頃来て。遅すぎるわ。音が止んだけど帰られたの？あ、はい、待ちくたびれたと。待ちくたびれた。そう、きっとあなたにはわからないのでしょうね。これを兼家様に渡してちょうだい。兼家様、これが。なんだこのしおれた菊は。私の気持ちを。一体どういう。一人あなたを待つその夜の長さを、夜明けまでの長さを。第53首。嘆きつつ一人寝る夜の明くる間は、いかに久しきものとかは知る。